ト散歩始まりました。今回のカト散歩はですね、ここ、柳川市やってきております。柳川はなんかうなぎが有名らしいんですけど、僕は なんか食べたいものあるって言われたら何でもいいうなっていうね、技を教えていただいたのでよく使ってます。早速じゃあ行ってみましょうかね。レッツゴー。はい、柳川市の観光案内所を来ましたけども、ここにもね、お土産が売ってました。そのお土産の中で、ね、これがすごいよ。有明海のエイリアンって呼ばれてるアラスカよ。これのね、これ見て顔、これめちゃくちゃエグくない？これ、あ、これひとたまりもないよ、これ噛まれたら。はい、柳川川下りの乗船場、到着しました。ここはですね、下りの、乗船場なんですけど、なんか上りもあるらしくてですね、下りも上りも棒を使うんです。あの棒を使ってね、下りはブレーキしたりとか、上りはつついて駆け上がるみたいな、あと一周するコースとかもあって、なんかめちゃくちゃ可能性感じますよね。これね、観光案内所のね、近くなんですけど、柳川だけにね、川のね、ここの脇にね、柳が。でね、うなぎ屋さんがね、めちゃくちゃ多いよね。やっぱうなぎが有名っていうのもあるんだけど、もうやりすぎなんじゃないかってぐらいね、うなぎ屋だらけなの。いろんなところに。すごいね。はい、福龍の、うなぎ屋さんのうなぎのお肉、見てこれ、うなぎがもう出てきてるもん、これ。そして作りたて、出来たてなので熱々、海苔も有明海苔だよ、多分これめちゃくちゃいい海苔だと思う、匂いが。いただきます。わ、うまっ、うまい。はい、ということで、柳川市散歩させていただきました。はい、なんか柳が川のそばにあったんですけど、あれが市の名前の由来なのか、それとも柳川だから呼べたのか、